はいどうも、最近怖い話を読みすぎて寝起きが悪い藤です。さあ今日も意味がわかると怖い話読んでいきましょう。こちら、オレオレ詐欺返し。そうそう、電話で思い出したんだけど、トメさん聞いてくださいな。傑作の話があるんですよ。今さっきの話なんですけど、電話が鳴って画面に孫って出てたんで、携帯電話に出たんですよ。もしもし、おばあちゃんだよって言ったら、おばあちゃん、俺だよ、俺って言われて、もうこれはオレオレ詐欺ですね。だけど、この話のタイトルが、オレオレ詐欺返し？どう返していくのか。なんだか話を聞いたら、事故を起こしてしまって、一刻も早く相手の手術費を集めなきゃいけないと言うんですよね。え？事故を起こしてすぐそんなこと言われる？おばあちゃん、早くお金振り込んで。孫の言うことが信じられないの？相手の人が死んじゃう！って、電話口の男の子が泣きながら言うんですよ。でもそこで、ピーンと来たんですよ。これは、オレオレ詐欺だって、お、気づいたおばあちゃん。だって、うちの孫はみんな、女の子しかいないんですよ。だから、年寄りのお金を騙し取って恥ずかしくないのかい？って、逆にお説教して電話切ってやったんですよ。ほう。ん？でも待って、ちょっと待って、ちょっと待っていい？顔面にさ、孫って出てたんでしょ？ん？だったら登録してたんじゃないの？その人のこと。え？で、母傑作でしょ？あれ？そういえば、トメさんはなんでわざわざ戻ってきたんですか？忘れ物？電話してくれたらこっちから持ってったのに。お、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 お。これは、どういうことですか？トメさんはなんで戻ってきた？電話で思い出したんだけど、トメさん聞いてくださいな。あ、わかった気がする。これ、このおばあちゃんが、取った電話って、これ、トメさんの電話でしょ。トメさんが忘れてった電話に対しておばあちゃん出ちゃったんだよ。じゃあその孫ってのは本当で、本当に事故っちゃってやばい状況なのに、追い返しちゃったんだ。もうそれで正解でしょ。はい。この話のポイントは、トメさんの忘れ物が何であるかです。ヒントは二つあって、一つは最後の語り手のセリフ、電話してくれたらこっちから持ってったのに。うんうん。もう一つは最初のセリフ、電話で思い出したんだけど、忘れ物をしたトメさんは、電話することはできなかったと。語り手のところに戻って、電話という単語を発しています。こっから導き出されるのは、トメさんが携帯電話を語り手のところに忘れてきてしまったという事実です。そして語り手はそれに気づいていませんでした。つまり、語り手がオレオレ詐欺かと思って切った電話は、本当にトメさんの孫からの電話でしたと。電話をかけてきたトメさんの孫は本当に事故を起こしてしまい、相手の手術費を工面しようとしていました。おばあちゃん振り込んでよと死んじゃうよと。孫はトメさんと会話するつもりが、実際には別人のこのおばあちゃんと話したわけですと。まるでオレオレ詐欺のように。そもそもおばあちゃんを頼りにする孫もどうなの。はい、続いては鍵屋の仕事。私は駅前にある鍵屋で働いています。小さい店ですがかなり儲かっているんですよ。ほう。大きく3つ仕事があって、家のドアのシリンダーを売ったりとか、そういう仕事もするんですが、結構多いのが合鍵の作成です。まあ、やっぱりこれ多いよね。なんか鍵屋ってそういうイメージだわ。うん、それ以外あんま使わなくない？はい。鍵を落とされた方とか、彼女用に鍵を作りたいとか、理由はいろいろあって、意外と需要がある仕事なんです。うん。でも思うんです。これ本当にお客さんの自宅の鍵なのかな？そうだよね。わかんないもんね。うん。渡されるだけで。最近多いじゃないですか。空き巣とか強盗とか、自分の仕事が、自分の知らないところで犯罪に使われていたら損だなと思います。そういうこともあって、私、お客さんに鍵を渡してからこっそり後をつけてるんです。ほう。で、その人が実際に鍵を使っているところを見て、本当にその人の自宅かを確認してるんです。おー。正直やりすぎ。そして、
それで問題なさそうであれば、ああよかったと思って店に帰るんです。ほう。それから多めに作ったスペアの鍵と住所をセットにしてネットで売っています。それがうちの店の三つ目の仕事です。悪人。ああもうそれで終わりだ。ああこれもう最後答え言ってるじゃん。うん。三つの仕事、シリンダー売って、合鍵作って、で最後合鍵と住所をセットにした情報を売ってると。悪党もいいところだよ。はい、一応解説ね。鍵屋の店員が合鍵の作成を依頼したお客さんを疑うという話です。彼がお客さんを疑う理由は、自分が作った合鍵がマーキスとかこととか犯罪に使われたらやだなと思ったからでしょ。で、これは本心です。ただし彼は自分の仕事が犯罪に使われていたら悪いと心を痛めているわけではありません。単純に、あ、そっか、そう言ってたか。損って言ってたもんね。損だと思ってるんです。なるほどね。彼の店では、彼が確認したお客さんの住所の情報と、複数作った合鍵をセットにして販売し、利益を得ています。ひどい商売ですが、彼は自分の得意になる範囲で犯罪を助長することに、罪悪感をまるで持っていないわけですと。はい。うん。捕まれ。はい、続きまして。お医者様はいませんか？お医者様はいませんか？どなたか、この会場内にお医者様はいませんか？彼女の悲痛な声に反応し、数人の医師が手を挙げて彼女の方を向いた。お、よかったじゃん。彼女は人混みをかき分けて、彼らに順番に近づくと、自分の状況や素性、それから連絡手段を伝えて回っていった。ん？どういう状況？会場内？これ何の会場？彼女は懸命だった。ひどく焦っているようにも見えた。うん。最後の医師と会話を済まし、彼に対してお辞儀をした彼女は、口を開くと再度、よく響く大きな声で言った。どなたか、この会場内に、弁護士の方はいませんか？え、終わった。は？はん？弁護士？最後に弁護士？なんだ？そのお医者さんに押し去られた？いや、これ当てたいなぁ。なんだろう。お医者様はいませんかって聞いてる状況ってさ、絶対さ、怪我人がいるって思っちゃうじゃん。けどこれ違うんだろうね。だって、お医者様に会って、この人、自分の状況や素性を言ってんだもんね。それから連絡手段を伝えて回っていった。なんだべか。ひどく焦ってるように見えた。もしかしたら、とある医者を探してるのかもね。で、その医者は、まあ、自分、もしくは自分の家族とかに対して、悪どいような診察とか、手術をしたのかもね。で、たくさんの医者と話してる中で、この医者じゃねえかっていうのが分かって、最後に弁護士を探したと。まあ、そんぐらいしか思いつかないな。はい、解説。もし、この話のタイトルを変更するとしたら、婚活パーティーにて、になるでしょう。ガメツ